おかしいな。いけると思ったんだけどな。はい、ちょっとすみません、3人で止まってしまいました。はい、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 はい。どうする？サイちゃん、こっち。手やってあげてあげるよ。ちょっと無理。じゃあ、こうやと一緒に下が行く？ちょっと、なんかが上がる？カメラ持とうか。いや、下に降りるんだったら別にサイちゃん、下こうやと一緒に降りたらいいよ。うん、ちょっと下がった方がいいかも。はい。あ、でもここやな。ここに足かけて、そこや。先生、そっちのね。うん。この木で上がる？よし、はい。はい、どうぞ。ボルダリング。よいし、ジャンプ、そうなんです、そうなんですよ。ジャンプしなきゃいけないんですよ、一気にね。はい、僕は垂直に上がってきましたから。垂直、はい、何もせずにまっすぐ上がっていけばいいんです。適当な木を見つけてこうやってこのまま行って体を、理論上ですね、理論上体を山の方に行けば落ちないんで、倒してればいいんで、そしたら足の踏ん張りで上がれるんですよ、理論上ね。理論上だけど怖いから、それで捕まって上がっていけば上がれるんですけどね。よいしょ。いややっぱちょっと僕は野生児でしたね、やっぱり。まあまあこれ垂直に見えますね。でもこっちの方がもっと垂直だよね、はい、上から見るとやっぱりちょっと怖いけど、下から見る方がスキー滑るときと同じですね。勇気を持って斜面に顔をガッと出すとそんなにないけど、腰が引けちゃうんだよね。ボルタリングと同じで地面に近く上がっていけば上がれるけど。よし、お、いったいった、南そのままいけるぞ。南いける、いけるいける、そう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 、上がり方が上手になった、そうそうそう、歩みを止めるな。そう、よしよし、その、ああ、惜しい、いい感じ、いい感じ、惜しい、惜しい、惜しい、大丈夫、いや、そう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 、南、そうだ、いけ、よし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 、南いいぞ、こっち側回った、よしよしよし、引っ掛けて引っ掛けて、受けたぞ、よしよしよし、オッケー、オッケー、イエーイ、ゴール。ここちょっと木気をつけてね、足痛いから。ルートを、ルートをね、素晴らしい。大丈夫、呼ばれた、みんなよ、みんな、みんな呼ばれるな。そうなんです。俺も全然上がれると思ったらそのまま落ちたから。途中でふっと足、手引っかかんなかったから。もうちょっとだ、頑張れ。引っ張り上げるか。低く低く、腰を低くした、そうそうそう、ふい、よしよし、来た来た、いいぞ、オッケー、もうちょっとです。ここからルートをね、ルートを見つけて、これ逆に危ないんじゃないか。そう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 、雲がいる、雲おる、うん、よし来た、よし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 、オッケー、オッケー、来た来た、イエーイ、はい、クリア、オッケーです。
まあまあまあ上から見るとまあまあのとこ上がってるからねこっち。一番の難所なんで、ここ馬乗せなんでね、これも、うん、頂上です、山の風が強いです風が、はい、いて、トゲが刺さった。いやどのルートがいいんですか。どこで行ったの、下っていくのか、向こうに回るのか。まあ普通に下るんでも別にあれですよ、下りの方が危ないんで。下り怖くない？はい、下りの方が危ないです。楽しいこれ、はい、ちょっと手袋をちゃんとした方が良かったかもしれないですね。トゲがクッと刺さっちゃうからな、それだけ気をつけて。じゃあ下るの大丈夫ですか。どう下る、こっちの、まあ、あっちを回る、それともこう行くかあっち行くか、うん、3つパターンがある。戻る手もあるし、ここ普通にさっき登ってきたとこ戻る、さっきと同じ道で帰る、どっかで下る。いいね、こっち下りそう。同じとこ下るっていうのもありますよ。このこれとか結構もうみんなやってるから、これ道があるんで、うん、ああそうね。じゃあ下ってみようか、行くか、うん、はなちゃんやっぱり、はなちゃんちょっと見えるみたいです、道が。ちょっと石あったら落としてこないと危ないんですよ、下に落ちると。すごいすぎるそうだ、意外にこういうとこ全然大丈夫なんで、はい。